フィネガンズ・ウェイク、フィネガンズ・ウェイク、フィニガンズ・ウェイクは、ジェームズ・ジョイスの最後の小説である。フィネガンズ・ウェイクは、ユリシーズ観光の翌年1923年より、執筆を開始し、1924年から、進行中の作品、ワーク・イン・プログレスの課題で、トランズ・アトランティック・レビュー、ライティ・リオン、トランジションなど、複数の雑誌に逐次発表され、1939年、 現在のタイトルのもとにロンドンとニューヨークで刊行された。ブックアイからブックンの全四巻からなる。ジョイスの他の作品同様、アイルランドの首都ダブリンを舞台とする。英語による小説ではあるが、各所に世界中のあらゆる言語、日本語を含むが散りばめられ、ジョイス語と言われる独特の言語表現が見られる。また英語表現だけをっても意識の流れの手法が、 極限にまで押し進められ、言葉遊び、二重ガニーなど、既存文法を逸脱する表現も多い。若き芸術家の肖像以来の神話的世界と、現代を二重化する重層的な物語構成と、相まって、ジョイスの文学的達成の極と評価される。しかし、あまりに難解な作品であるため、発表当時から、 賛否両論に意見が分かれ、それまでは最も良き理解者であったエズラパウンドでさえ、理解不能であるとの手紙をジョイスに書き送っている。その一方で、1929年には、擁護者たちによる論文集、進行中の作品の結実のための彼の制作を、めぐる我らの点検、アワークサマネションラウンドヒズファクタファケーション、フォーインキャマネションオブワークインプログレスが出版される。 この本の関東論文、ダンテ、ブルーノビーコ・ジョイスが一世紀を表すこそ、当時大学を出て間もないサミュエル・ベケットの初めて活字になった文章であった。これを機に二人は二十世紀の文学史上最も有名な交友関係を結ぶこととなり、ベケットはしばしばジョイスの秘書的な役割をも果たした。上記のように、本作は非常に複雑かつ緻密な構成や文体をしているため、 その解釈も読者によって様々である。ここでは、特にストーリーについては述べず、重要な要素の解説に留める。現代フィニガンズ・ウェイクは、アイルランドのバラット・フィニガン、エス・ウェイク、フィネガンのツヤにちなむ。表題の人物であるダイク・ティム・フィネガンは、屋根から転げ落ちて死んだが、そのツヤに生き返ったという。ウェイクは、ゲール語で、ツヤを意味すると同時に、英語で、 覚醒を意味する。また、英語のウェイクは功績、すなわち、フィネガンの人生の工程を意味する。ここで、タイトルに、アポストロフィがないことに注目したい。フィネガンズ・ウェイクのフィネガンは一人のフィネガンではなく、複数のフィネガン、つまりは、人類全体を暗示する。この作品の主題は、誰か特定の人物の物語ではなく、人類の現在による転落と覚醒であり、 円環をなす人類の意識の歴史なのである。フィネガンイコールフィンアゲイン。タイトルのフィネガンの転落は、小説第一巻の冒頭に登場するが、すぐにその総話は、ダブリンのある家族の物語に受け継がれる。商店主、ハンフリー・チップデニ・エアウィッカー、ハス、その妻、アナ・リビア・プルーラベル、アルプ、その間の二人の息子シェムとショーン、娘イザベルである。小説は、 ハンフリーの裁判をめぐって展開するが、小説中ハンフリーとアナはむしろその略称の変形で登場する。そのため、フィネガンズ・ウェイクを論じる場合、一般に、主人公と妻はそれぞれ略語、ハスト、アルプで言及される。ハンフリーがその名で登場するのは、小説第一巻第三段落であるが、彼は、ヒアカムズ・エブリバディ、ここに来るすべての人であり、 人類の歴史に登場する様々な人物でもある。小説中、ハスはイエス・キリストであり、キシトリストラム教である。ハスは、また人間以外のものの姿をとって現れることもある。小説の冒頭、ハスは、ホース・キャッスル・アンド・インバイロンス、ホース城とその周辺、すなわち、ダブリンの街そのものであることが示される。妻のアルプもまた、ダブリンを貫流する、リフィー側、 リビアは、リフィーのラテン語名であり、トリスタンの恋人イゾルデであり、すべての女性の象徴であることが示される。ハスがアダムなら、アルプはその妻イブであり、ハスが人類であるなら、アルプは、それと交互し合う世界である。なお小説中、場面と人類の意識の転換を示す雷が、各国語の合成による、基本語で三度登場するが、この中には日本語雷も含まれる。 小説の冒頭は、リバーラン、と、小文字で始められるが、これは、第四巻最終章、アナリビア・プルーラベルと対応している。アナリビア・プルーラベルは、意識の流れの手法により、アナの独白によって、構成される章である。夫や家族についてのアナリビアのつぶやきは、そのままに、ダブリンを貫流して、大西洋へとうとうと流れ行く、リフィー側のつぶやきとなり、 やがて短いキレギレの緊張した語の断片の配列となって人類の覚醒を予感させる高揚したアルプの意識の高まりのうちにフィンネガンズウェークは終わるがその最後にはピリオドを伴わずに座が置かれるこれはギリシア語のテイス神を意味するが同時に定冠詞の座でもありこの定冠詞が第一巻冒頭の語リバーランにそのまま続いており作品全体が 人類の意識の流れの終わりなき円環を成すことが示される。この円環構造は、ダブロンズ人土、ダブリンの巨人と、両方の橋がくっついたものの写楽と呼ばれる。日本語への翻訳は、不可能とも言われていたが、1969年に、早稲田文学2月号から、協約で、フィネガン哲也祭のタイトルの下で、冒頭部分を含む一部が全71回で、発表され、 後に出版された、鈴木ゆきをたわけ、フィネガンテツヤサイ、その1、都市出版社、1971年。また、1970年には、雑誌、パイディア7月号から、大沢正義他の部分訳が発表され、後に集英社版、世界の文学1、ジョイス、イタロズベーボ、1978年でも出版された。早稲田文学訳版の参加者であった。 柳瀬直樹により、前役、フィネガンズウェイクが、川で処方新社でに分撮が、1991年に IEE を、1993年に e 4を、刊行した。2004年に、川で文庫3分撮で再刊された。柳瀬役は、ジョイスの原文の言葉遊びを尊重し、可能な限り日本語の言葉遊びを駆使して、置き換えを図っている。柳瀬は、 同社間のフィネガン進行期、フィネガンズウェイクを読むための本において、その苦心談や翻訳に凝らした技巧の一端を、悲劇している。2004年6月に、宮田京子による、小役フィネガンズウェイク、集英社が交換された。小役版といっても、全体を2分の1に圧縮し、断章ごとに詳細な解説がされた大著である。なお想定は、和田誠で、同社間の丸屋再一。 高松祐一、英華玲0役、ユリシーズ、高松祐一役、ダブリンの市民、マルヤ・サイチ役、若き芸術家の肖像も行っている。2009年4月には、浜田達夫による、フィネガンズウェイクの、パート1と4の全役が発表された、アビコリテラリープレス、略称アルプ。さらに2012年10月に、フィネガンズウェイクの、 パート2と3の前訳が同様に発表された。これは、フィネガンズウェイク研究の英文誌、アビコアニュアルにまず発表したものを、さらに保管したもので、ジョイスが脳裏に描いた原風景をまず明らかにする目的で原文を読み、フリートやセンサス等を参考にして、役者の理解した内容を忠実に平易な日本語に翻訳したものである。この際研究者のリーダーズ英和辞典、 第2版が役だった。そこでは、ホワット、ハウ、ホワイツーリードという疑問が一貫して追求された。2013年6月には、浜田達夫のフィネガンズウェイク読解があるプシャから刊行された。これは、英作家、アンソニー・バージェスが、フィネガンズウェイクの約一、三の原文を選んだ本、ショーター・フィニガンズウェイク、バイキングプレス、1967の翻訳を、 上の前役から作ったもので、それに、各章ごとに、簡単なプロットの要約とごの注釈をつけ、さらにジョイスが、創作時に参考にした人名や本等の事項について、原文ページに対応した、作引きをつけたもので、これにより、読者が原文の翻訳を読み通すことの困難さを軽減し、一層上の疑問に答えやすくなったとみられる。この本において、フィネガンズウェイクとは、 ダブリンのパブ一家五人が夜の世界で時間と空間の座標軸、深みを求めて悩み、争い、救いを求める悲しくも美しく、さらに滑稽な物語で現代の我々に原理的、形上学的問いかけをしているのではないかと述べられている。2013年9月には浜田達夫のフィネガンズウェーク史的読解がアルプ社から刊行された。これは先に刊行された。 フィネガンズウェイク読解の姉妹編であり、著者が自分の原文の全翻訳から指摘な箇所、原文の訳1、3を選び、それに各章ごとに内容の解説をつけたもので指摘読解であり、さらにこの書が通夜や再生を契機としているので指摘読みとも言えるかもしれない。また同時にこれまでアビコアニュアル等に発表された有名なジョイシアンへのインタビューや 地や論文をまとめて、いかに、フィネガンズウェークの謎への読解に戦したかを示す、英文の、タツオハマダ、ハウ、ホワイ、ホワットツーリードフィニガンズウェーク、がールプ社から刊行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。